うちわを持った女性の上半身を顔を中心に大きく描いた大首絵を表す江戸時代の浮世絵作品。1793年から94年頃に北川歌麿が描いた南国美人合わせこの墨。本作は江戸の南品川の優里の美人を描く版画シリーズのうちの一枚です。小さな指を向こうから覗かせる手に持ったうちわには風景を表し遊女この墨が身を置く品川からも見ることができたと考えられる江戸の海の様子を船と共に描いています。遊女は大きく結い上げた黒髪を大型の櫛や複数のかんざしで飾り、髪の生え際には細い毛が細かく表され、長く伸びる眉と目鼻に小さな口を見せ、そしてややうつむく姿勢は歌麿の大首絵の特徴です。